さて、作戦会議を始めよっか。議題は、次回の文化祭にどう備えるか。は、今回は見ているだけで歯がゆい思いをしましたが、次こそは私も協力します。そしてシャドウ様に、私自らおもてなしを。そんな幸せがあっていいのでしょうか。もちろん手伝ってもらうよ。抜け駆けは許さないけど。でも今回の最大の失敗は手伝いがいなかったことじゃない。馬鹿犬と組まされたことだ。確かにゼータ様お一人ならスムーズにことが運んだでしょう。とはいえ私にも至らない点はあったと思ってる。今回はそれを洗い出したいかな。ヴィクトリアも意見があれば遠慮せずに言ってよ。承知しました。では僭越ながら、メイド喫茶は給仕を楽しむ場だと聞いています。ですが本当にそれだけでしょうか。詳しく聞こうか。給仕だけではなく、給仕をする者、つまりメイドという存在を楽しむ場所でもある。私はそう考えています。つまりメイド姿で魅力的なアピールをしてこそ、心から満足していただけるのではないでしょうか。アピールね。具体的には代表的なものはやはり歌と踊りでしょうか。普段のしとやかなイメージとのギャップを生かすような。なるほど、それなら簡単かな。踊りなんて一度やれば覚えられるし。いえ、ことはそう単純ではありません。何？それだけじゃ足りないってわけ？ええ、ゼータ様はファンサなるものをご存知でしょうか。メイド喫茶でのアピールにおいて欠かせない要素だと聞いておりますが。どうされました？何でもない、続けて。それでは、ファンサとはポーズを使う場合が多いとのこと。例えば指や手でハートの形を作るなど。私も聞きかじった情報ではありますが、ゼータ様も早速やってみましょう。本当にやらなきゃダメ？何か問題でも？もしかして今の説明では分かりづらかったでしょうか？いや大丈夫。はい、こんな感じ。形は合っていますね。もっと大きくやっていただくのが良いかと。さらに上位のファンサになると投げキッスというものがあるようです。これは手を唇に当てて。ああ知ってる知ってる、それはもうマスターしたから。さすがですね。ではぜひとも私にご教授を。はあ？私もシャドウ様にファンサをしたいのです。さあ完璧な投げキッスをお見せください。いやそれはちょっと。マスターしたのでは？わかったわかった、やればいいんでしょ。これでいい？ゼータ様、もしや。何？先日の文化祭、照れくさいからとあえてファンサしませんでしたね。だってどう考えても恥ずかしいでしょ。ええ、お気持ちはわかります。照れますし恥ずかしいでしょう。ほら、ヴィクトリアもそう。ですがシャドウ様に対してならば話は別。
恥など捨てて、すべてをシャドウ様にさらけ出しましょう。シャドウ様にすべてをお見せするのです。照れも恥も何もかも。変なスイッチ入れちゃったな。さあ、シャドウ様に捧ぐファンサ、心を込めて練習しましょう。わかったよ。でもあんまり期待しないでよ。恥ずかしいものは恥ずかしいんだから。